こんにちは、市原市保健センターの藤田です。皆さんはお口の健康気をつけていますか？市原市では市民の皆さんのお口の健康を守るために歯科検診を実施しています。20歳以上の方を対象とした大人のスマイル歯科検診、妊婦さん対象のマタニティスマイル歯科検診、2歳児のお子さんと保護者の方を対象とした2歳児親子のスマイル歯科検診の3種類です。今回はその中から親子で受ける歯科検診の様子を覗いてみましょう。市原市五井にある佐藤歯科医院の佐藤先生です。よろしくお願いします。最初に佐藤先生、この検診ではどのようなことをするのですか？はい、お子さんの検診では虫歯、歯並び、噛み合わせ、歯の汚れなどを見ます。全体を見た後にフッ化物のシメント布をします。その後に問診の内容により歯科相談、説明をします。大人の検診は虫歯と歯周病の検診です。検診は口の中を見るだけでなく問診票でもある生活支援プログラムを使用します。歯医者さんが歯や歯茎を見るだけでなく歯周病を生活習慣病と捉えて問診票を使いながら患者さんと一緒に生活習慣の見直しに取り組むんですね。新しい考え方ですね。はい、従来の単純に歯科医師が歯や歯茎の病気を見つけるだけの検診とは違います。患者さんが自分で考えて自分で立てた目標だから、甘くない飲み物にする、タバコを控えるなど具体的に実行できる目標内容になります。私たち歯科医師はお口の健康を考えるお手伝いをしていきます。では早速2歳児親子のスマイル歯科検診を行っていただきましょう。先生、よろしくお願いします。はい、ではまずこちらの問診票に記入をよろしくお願いします。それでは検診を始めます。よろしくお願いします。はい、じゃあひよりちゃん、ちょっとお口の中を見せてくださいね。あ、問題ないですね。とても綺麗ですね。はい、噛んでいいって。あ、お子さんだ。噛み合わせも問題ないですね。歯の汚れもなく綺麗です。この後お口全体に、虫歯の予防のお薬を塗っていきます。お利口だ、ね、ちょっと変な味する、ね、なんか甘苦いんだよね。はい、よくできました。はい、これでお子さんの検診はおしまいになります。はい、それではお母さんの番ですね。じゃあこれからお母さんの方のお口の中を見せていただきます。はい、じゃあちょっと開いていただけますか。はい、左下の7が、丸で、6が丸で、5からずっと反対の5まで斜線で、6も丸で、7が丸で、あ、ずっと問題ないですね。あ、全部減点ですね。はい、噛んでください。あ、噛み合わせ問題ないですね。はい、じゃあ今度は歯茎の方の、チェックをしていきます。0で0で、BOP も PD も0で、ママの方の、虫歯と歯周病の方のチェックもこれでおしまいです。非常に綺麗で問題なかったです。はい、自分と子どもの口の健康のためにとてもいい経験ができました。虫歯はなくてもこれからも定期検診を受けたいです。2歳児親子のスマイル歯科検診は1歳6ヶ月検診から3歳児検診まで2年近く歯科検診の機会がないので、この間に受けることのできる歯科検診として平成28年6月から開始になりました。子供を持つと子供の健康にばかり目が行きがちですが、子供だけではなく仕事や子育てに忙しい保護者の方も一緒にお口の健康づくりのきっかけになるように親子の歯科検診をしています。また今年度からマタニティスマイル歯科検診も開始しました。妊娠中は
ホルモンの影響で歯茎が腫れやすくなるばかりではなく、重度の歯周病は早産のリスクを高めることも分かってきました。妊娠中に歯科検診を受けることで安心して健康的なマタニティライフを過ごしましょう。今回ご紹介した2歳児親子のスマイル歯科検診、妊婦さん対象のマタニティスマイル歯科検診、20歳以上の方が対象の大人のスマイル歯科検診はいずれも大人1人500円、子どもは無料ですが2歳代で1回のみ受診が可能です。お子さんは2歳すぐよりも2歳6ヶ月頃がおすすめです。実施時期は28年6月1日から29年3月31日、受診券の必要はありません。ご希望の方は直接協力歯科医院にお申し込みください。協力歯科医院は6月15日号の広報市原または市のホームページをご覧ください。市原市では6月19日に8020シルバー良い歯のコンクール、親子の良い歯のコンクールが行われました。8020シルバー良い歯のコンクールは80歳以上で自分の歯が20本以上ある人が21人参加され、最優秀の佐藤圭介さんは80歳で32本の歯を保たれていました。また親子の良い歯のコンクールでは26組の親子が参加して、鈴木美穂さん、ゆうたさん親子が最優秀に輝きました。健康で生き生きとした楽しい毎日を過ごすためにはお口の健康が大切です。皆さんも健康な口、輝いた笑顔のために定期歯科検診を受け、家族みんなで健康を維持しましょう。